にちは。今日はですね、こちらのスカジャンの話をしていこうと思います。スカジャンの話といってもですね、まあアメカジで、常にこうスカジャンを着るっていうわけではないので、まあ、スカジャンの歴史だとか、そういうものを語るつもりはないんですけど、まあ、あくまで、普段のコーディネートに取り入れてる時の、まあ、サイズ感だったりとか、自分が選んだこの2着の話をしていこうと思います。で、まあ、スカジャン自体はもうずっとね、ありますし、もうほぼパーマネントのアイテムかなとは思うんですよ。まあそういうものを取り入れるときに自分の中でこう気にしていることっていうのは、まあサイズ感ですね。まあどの服もそうなんですけど、例えばなんかこう今の流行りに合わせた形にリサイズしてあるものだったりとか、そういうものはねリバイバルでたくさん出てくるんですけど、スカジャンに関してはやっぱりそこまで今っぽくシルエットを変えたりっていうのがないアイテムかなとは思ってるので、まあもちろんいろんなブランドからは出てるので、それこそラグジュアリーブランドがねそういうものを出してたりもするので多様化はしてるかなとは思うんですけど、でもまあよりこうベーシックなものを取り入れたいっていう時はやっぱりこう形がある程度限られてくるかなとは思うので、まあそういう時にこうサイズをどういうふうに選ぶかっていうのを少し気にしてるかなっていうぐらいですかね。で、まあコメントとかでもね、スカジャン着て出てる動画とかにもやっぱりサイズどうされてますかみたいなことをちょこちょこ聞かれるので、もう少し早いタイミングでねできたらね時期的にも良かったかなと思うんですけど、もうね真冬になってしまったのでちょっと時期も外れたかなとは思うんですけど、でもね意外とあったかいアイテムなので、まあアウターとしてもまだ使えるかなとも思って、ちょっと今回はねスカジャンの話にしようと思いました。僕が選んでるものは東洋のスカジャンです。この1枚目のグリーンですね。まあ一番最初はその選ぶポイントで言うと多分色と刺繍の柄ですよね。そこがまあ自分の好みのものがまず大前提になると思うので、まずはそこから探すことだとは思います。やっぱりまあスカジャンもかなりね様々な色が出てるので、まずはその基調となる色と、あとはまあ刺繍のデザイン、このまあ胸の左右のデザイン、袖に入ってる入ってないバッグの刺繍が何かとか、そこがまあ好みじゃないと、ね、割とスカジャンも刺繍物なんて高いし妥協して買うのもなとは思うので、昔ブルーのものを持ってたんですけど、ちょっとまあサイズ感が違うかなと思ってて、で今このこちらねグリーンを気に入って一番着用してるかなって感じです。でこれは東洋 と、ビームスのコラボです。なのであんまりねこう左右対称のトラと背面もねトラなんですよね。まあ、基本的にはスーベニアジャケットなので、なんかこう土地名が入ってたりとかそういうものが人気のものが多いかなと思うんですけど、僕はもうこのシンプルにトラだけのものっていうのがなんかいいなと思ってこのデザインを購入しました。で、あとサイズ感ですよね。サイズ感が一番難しくて、まあもうスカジャンが普通のファッションに取り入れられ始めて、まあ最近の流行りで言うと5、6年前ですかね、もうちょっと前かなとは思うんですけど、まあちょっと普通のおしゃれな子たちが着るようなアイテムにまた戻ってきてるタイミングがあって、まあそれが多分自然にこうオーバーサイズに移行していくタイミングだったとも思うし、まあこういうラグランのものとか身幅の広いアイテムとかが流行るっていうのはまあそういうことなので、まあそれとね合わさって、こういう MA1 とかこういう形のねブルゾンっていうのがまたファッションにこう取り入れられるようになったかなとは思うんで、その時にまあアンユーズドとか結構そういうブランドがねかっこいいスカジャン出してたりとか、まあ刺繍なしでしたけど、なんかそういうのもね一時期流行ったかなと思って、まあ今多少落ち着きましたけど、それでもまあこう僕は流行り動向よりも単純にこのスカジャンが好きなので、なるべくこう昔っぽくね変なシルエットに見えないようにまあ着用しようかなとは思ってるんですけど、自分がこう気にしてるサイズの選び方で言うと、
まあ、この今自分が着てる T シャツのサイズが中心かなと思うんですよ。まあ、皆さんも例えば自分が一番こう今年気に入ってるサイズのものとか、これが今一番自分にはちょうどいいっていうサイズの T シャツ、これを中心に考えるのがいいかなと思うんですよ。前にやりましたけど、リーバイスのトラッカージャケットを着る時の注意点というか、自分が気にしているポイントと考え方はほとんど似てると思います。やっぱりこっちのサイズというか形があまり変わらないので、例えば着丈が短い、身幅が広いっていうアイテム、これをじゃあ今っぽいものにリサイズされたものっていうよりは、よりこうクラシックなものを着るっていう時、例えばデニムジャケットも、まあじゃあ例えばファーストセカンドの形を、まあ、レプリカで丈を長くしましたっていうものを買うのか、よりこうクラシックなものを今っぽく着るのかっていうところの考え方と似てるかなとは思うんですけど、なんで僕はまあこの夏は自分がこう気に入って一番着てる大きさの T シャツがこれぐらいのものだったので、これよりもまあ少し丈が短いといいかなぐらいで選んでたので、で僕は L サイズを購入してます。 L でこれぐらいの感じですね。であんまりこうピタッとした感じとか丈がこうキュッと詰まった感じというよりは、割とまあゆったり見えるような雰囲気のもののサイズがまあ着やすいかなと思って L 着てます。なので僕は身長170なので、170で L なので、まあ買い方としてはね少し大きめを買ってるような感じになるんですけど、まあ、これでちょうど丈が足りるかなぐらいですね。まあこれはもう少し買ってるもんなんですけど、今年着てた T シャツに合わせるのにもまあちょうど良かったかなっていう感じです。自分が着る T シャツっていうのはそんなに毎年毎年そんな5センチも何センチもすぐは変わらないと思うので、まあある程度数年はね同じサイズで気に入って着れるんじゃないかなとは思ってます。であとはまあ特徴で言うと、まあ、スカジャンってねこうリバーシブルのものがやっぱり多いので、まあその裏のカラーとか裏の柄が気に入れば特にいいんですけど、まあこれはね裏返すとねマルチパターンになってて、こうもう左右色を変えてるような結構ド派手なねカラーリングになってて、まあこういう部分がちょっとまあビームスが噛んでるところのデザインが入っているかなと思うんですよ。で裏も全部トラです。なんでモチーフが一つだけなので、まあ割と僕の中ではシンプルめな、まあ、色は派手ですけど刺繍がシンプルなものなので、とても着やすくて重宝してます。まあ、たまにこっちも着ますけどね、基本的にはさっきの表の緑の方が好きです。なんでまあデニムジャケット同様、まあ、好みのサイズというか、まあ、スカジャンも、ね、僕もこういろいろ見てて流行りで見ていくとすごいこうちっちゃく身幅をに合わせて買うっていう時代もありましたし、今はちょっと違うしっていう感じで、やっぱりねすごい高いの買ってもその時その時ちょうどいいサイズかって言われるとちょっと難しいのかなとは思うんですけど、まあデニムジャケットの話と一緒で、まあそこは多少仕方ないのかなとは思います。なのでまあクラシックな着方にこだわるっていうのもいいですけど、僕はあんまりそういう考え方はないので、なるべくまあ他のブルゾンとかと似たような着用感で着れるサイズを買ってます。あともう一着はね、これこっちは東洋なんですけど、まあそういうものではないちょっとお遊び半分みたいなジャケットで、芸人のくーちゃんの刺繍と、まあ、パンクドランカーズとのコラボなので、もうそのキャラクターの刺繍と入ってて、で後ろもまあよりスーベニアっぽいデザインになってるんですけど、まあくーちゃんが入ってるみたいな。でこっちはこれと違って裏がね、キルティングになってるんですよね。単色のキルティングですね。ネイビーのキルティングで、後ろのデザインもまあ可愛いんですけど、まあスカジャンとかもそうだし、スタジャンとか、こっち、こういう形のブルゾーンで、綿が入ってるね、キルティングのものがあんま好きじゃなくて、やっぱりね、こう、上がドカンとこう、膨らむ感じがね、こう低身長には少し難しいかなと思ってるので、実際このデザインは可愛いんですけど、まあ、裏がキルティングじゃなかったらなっていうのは少し思ってます。ただまあこのデザインも好きだし、
あとこの色ですね。少しくすんだね、グリーン寄りのね、ターコイズブルーみたいな感じのカラーがかっこよくて。で、これも同じく、L で購入してます。で、色もいいし、まあこういうね、パイピングのとことかも割とちゃんと作ってるし、であとまあ、これリブの部分とかもね、少し短めに設定してあって、今っぽく着やすいようにはなってると思います。まあ単純にこうデザインのね、刺繍のパンチはかなり強いんですけど、でもね、これも結構お気に入りで。なんでまあ同じスカジャンですけど、もちろんこうリバーシブルの時の素材ってね、いろいろなパターンがあるので、こういう同じ素材のリバーシブルもあるし、まあレーヨンとキルティング、キルティングとベッチンとかね、いろいろなパターンがあると思うので、まあ2種類で楽しめればよりいいですけど、なかなかね、そのやっぱり両面とも気に入るデザイン、カラーっていうのは、僕はあんまり出会ったことがなくて、やっぱりどっちかにかなり偏った、着用するかなとは思ってます。なんでまあ一着そのまあどっちかの面でいいと思うんですけど、あのベストなカラーと刺繍があれば、まあ一着はねあってもいいんじゃないかなとは思ってます。なんでこっちだとね、モスカジャン感が全然出ないので、また刺繍のブルゾンとして、まあありかなと思ってます。結構ね、こう漢字が入ってたりとか、肉ぐそが入ってるので、まあ、僕はこういうのあんまりこう抵抗なく着れるんですけど、まあちょっと遊べる感覚が強い方はありかなとは思います。で、あとまあサイズプラス、まあ普段着用するポイントで言うと、僕はスカジャンはデニムとか、ブーツには合わせません。まあ他の動画もね、たくさん見ていただいた方なら、その中でよく話してることなんですけど、あんまりこう、まあ同ジャンルで固めるっていうよりは、例えばこう、まあスカジャンとかだったら、まあアメカジっていうものに分類するとして、そういうものとはちょっと遠いパンツを履いたりとか、遠いシューズを履いたりとかっていうのが好きなので、例えばまあスカジャンとかだったら、まあ、こういうスラックスとか、極端に綺麗なものだったりとか、ハイブランドのパンツを合わせたりとかっていうのが多いかなとは思ってます。まあ、着用の仕方はね、自由なので別にこう決まりはないですけど、まあ、あんまりこう小汚く見えないようにするのがまあいいのかなと思います。なんで僕はもうあくまで、一つのアイテムとして、まあ、好きなだけなので、例えばこうアーカイブを遡って知識をつけてっていうところまではさほど、なのでまあヴィンテージのすごく高いスカジャンとかにはあまりこう知識がないんですけど、まあスカジャン好きっていう方はそういうのの方がね好きな方が多いかなとは思ってるんですけど、やっぱりもうなかなかねサイズが良くて色も良くて状態も良くて、で特にこういうリブの部分がね結構ねもろもろなので、まあそうやってまあダメージのいったものもかっこいいっていう考え方ももちろん一つあるし、まあ買う理由はね皆さん様々かなとは思うんですけど、ただやっぱり僕も古着屋さんとかでベストなスカジャンを見つけれたことがないかなと思うんですよ。例えばどっか妥協してとかダメージの加減とか、まあ刺繍がもうちょっとこうだったらなとかっていうのをちょっと我慢しながら買うには高いしっていうところなので、僕はもうあんまり古着で探すっていうのはあんまり考えてないです最近は。なんで普通にまあトヨとかでもずっと出てるものの中でまあいいものがあればもう一着ね、今グリーンなので違う色も欲しいなとは思ってるんですけど、着る着ないがはっきり分かれるアイテムかなとは思うので、まあ全てのジャンルの人に同じような感じでサイズ感の話だったりとかデザインの選び方の話っていうのをするのは少し難しいアイテムなんですけど、まあ、僕は単純にこういうものが好きで、この色この刺繍っていう感じでちょっとお話しさせていただきました。これからもね動画の中でもちょこちょこ着るんじゃないかなと思っているので、割と一着あると楽しいアイテムだと思います。なんでまあ皆さんねスカジャン好きの方はこれ見てたらなんか自分はこういうの選んでるよとかこういうのおすすめだよとかっていうのあったらまたコメント欄に書いていただければなと思います。今日もありがとうございました。